はい。1、2番はスーザンの話の続きです。3、4番は全然違うお話になります。では今日の新しい昔の形。一回やったかもしれない become 何々になる。例えば、I want to become a teacher。先生になりたいんだとか。ね、become。でもなりましたなら、I became a teacher。昔の形です。次、tell。これはお話をする。例えば、teachers tell good stories。先生たち学校でいろんなお話をしてくださるでしょう。これをお話をしてくれました、しました。なら、told。told。あともう一個。think ってなんだっけ？そうだよね。考えるとか思う。I think so too って言ったら、私もそう思うわ。それが思いました。なら、thought。ちょっとだけ舌を噛んで。thought。言えた？では、お話の続きです。Number one。せーの。Susan and her cat stayed in an old castle. Castle はお城。なんと、スコットランドのお城に、はい、stay。なんだっけ？そこにお泊まりするとか、ずっとそこに滞在するだよね。過去形、do がつくから、お泊まりしました。なんと、ハロウィンパーティー。とても古いお城で行われたので、そこのお部屋に泊まることができたんでした。かっこいい。次、せーの。They ate dinner in a large dining hall. ハリー・ポッターに出てくるみたい。大きなホールで夕ご飯をごちそう食べてね。それから、せーの。She introduced her cat to the other witches. ここは4級受けるためにちょっと頑張ろう。introduce というのが、紹介する。大事な単語だよね。自己紹介したり、そのうちしますので、introduce、紹介する。お母さんをお友達に紹介したり、一番の親友をクラスメイトに紹介したり。ここは、スーザンが何を紹介したの？そう、自分のキャットを誰に紹介したの？そう、other は他のって意味。世界中からいい魔女が集まってるから、他の魔女たちに紹介しました。もう一回行こう。せーの。She introduced her cat to the other witches. でね、こう言ったの。This is my cat. She can speak English. わー、ちょっと自慢しちゃった。すごいよね。だって猫ちゃんなのに英語話せるんだよ。言葉話すんだから。そしたら、次、せーの。The witch from Madrid said, This is my cat. He can speak Spanish. マドリッドというのはスペインの首都です。もし世界地図があったら、スペインがどこにあるか見てみてね。スコットランドからそんな遠くないと思うよ。で、これは私の猫ちゃん。あ、そうだ。マドリッドから来た魔女が言いました。で、これ私の猫ちゃん。その猫は男の子みたいだね。He can speak Spanish. スペイン語話せるのよ。で、次、せーの。Susan's cat said, How do you do? 初めましてを、もしかしたら Nice to meet you. こちらこそ初めまして、 Nice to meet you too. これだけ覚えてると思います。でもね、もう一つ言い方があるの。How do you do? これも丁寧に初めまして。だから、まあ、5級や4級受ける人、How do you do? が会話に出てくるかもしれないね。はい、次、せーの。The Spanish cat said, Encantado。これは覚えなくていいですよ。スペイン語で初めましてが、Encantado。もし女の子なら、Encantada になるんだね。はい、次、せーの。They became good friends and danced together after dinner. 猫ちゃんたち、彼らは、ほら、出てきたよ。became good friends。なんだ？そう、いいお友達になりました。で、夜ご飯の後、一緒に踊りました。こんな長い文章がスラッと言えるといいなと思って線引きました。もう一回、せーの。They became good friends and danced together after dinner. はい、number two. せーの。The next day, Susan and her cat flew back to America. Flew はなんだっけ？
そうだよね、フライの昔。もう次の日にはアメリカに飛んで帰ったんです。はい、次行くよ、Ready go. When they were flying over the sea, they saw an airplane, a thunderstorm. はい、flying, ing がついてその前 war, イコールだね。どういう意味だろう。そうだよね。イコールに ing ならしている最中、していた時。だから、彼らが海の上を飛んでいたその最中に、そんな時に、さあ、スコットランドからアメリカに行くんだもん、どの海の上を通るのかな？地図で見てみてね。はい、続き行くよ、せーの。They saw an airplane, a thunderstorm. あ、読んだんだった。airplane、飛行機を見ました。thunder はね、グランパジョージのとこでやった。そうだよね、雷。雷のストーム、嵐の中を飛んでいる飛行機を見たの。雷って飛行機にはとっても怖いことなんです。当たったら落っこっちゃうもんね。次行くよ、せーの。Look out! A lightning! Look out! もう watch out! もう気をつけて。だって稲妻がピカって光ったんだよ。これに当たったら一巻の終わり。次、ready go. Susan took out her wand and struck the lightning. まあ、難しいね。took out は取り出しました。でも、take の昔が took っていうのは知ってたよね。杖を取り出して、逆にね、lightning、稲妻を杖からビビビビビって光線出して撃ったんです。稲妻をブロックしたってことだね。だから飛行機助かったの。よかったね。次せーの。The pilot thought, a black shooting star hit the lightning. Thought というのは、はい。So think の昔、思った、思いました。パイロットは思いました。でね、shooting star っていうのはね、流れ星とかほうき星。シューって空から落ちてくるやつだよ。黒い流れ星に見えたんだね、スーザンが。早いから、さーって飛ぶから。黒い流れ星が、稲妻を撃ったぞって思ったの。次、せーの。It saved my airplane. Save は、助けてくれる、救ってくれる。ああ、よかった。その流れ星が僕の飛行機を救ってくれたんだな。残念だね、スーザンのこと見てくれなかったなんてね。でも、次せーの。When the black cat told the story to Fred and Meg, they said, wow! はい、black cat、お家に帰ってサニータウンに帰ったらね、あら、told ってなんだっけ？そうだよね、お話ししました。その話をフレッドとメグちゃんにしました。その時、二人はフレッドとメグちゃんが言いました。wow! すごいなーって。次せーの。Susan is the hero of our town. 久しぶりにオブが出てきたよ。覚えてるかな？そうだよね。何々の。スーザンはヒーローだな。何の ?of our town. 僕たちの街のヒーローだな。本当だね。それではテストします。Number one. スーザンと猫ちゃんは古いお城に泊まりました。滞在しました。Well done. Susan and her cat stayed in an old castle. 彼女は猫ちゃんを紹介しました。ここまで。Yes, she introduced her cat. 誰に？他の魔女たちに。To the other witches. つなげるよ。せーの。She introduced her cat to the other witches.はじめまして、nice to meet you じゃない方。How do you do? じゃあね、彼らはいいお友達たちになりましたよ。Wow, they became good friends. そして、夜ご飯の後、一緒に踊りました。And danced together after dinner.つなげるよ。Ready go. They became good friends and danced together after dinner. みんなもう口がスラスラ動くからすごいよね。これ難しいんだよ。はい、number two. 飛ぶの昔はなんだっけ？
Yes, flew. じゃあ彼らは飛んでいた最中でした。していた最中は？はい、they were flying. じゃあ思う、今の形をわかるかな？うん、think. これもちょっとした感じね、think. じゃあ思いました、昔。はい、thought. それから時で始めてね、黒い猫ちゃんがそのお話をした時、ここまで。Good job. When the black cat told the story. 誰に？フレッドとメグちゃんに。うん。To Fred and Meg. 全部つなげるよ。せーの。When the black cat told the story to Fred and Meg. はい、後半。彼らは、wow! と言いました。Good. They said, wow. じゃあ、初めから最後まで、ready, go. When the black cat told the story to Fred and Meg, they said, wow. みんなこれができたらそれこそ、wow. だね。はい、では2週目いきます。今回は1個しか昔の形、新しいのないよ。do. これね、do you like spaghetti の do っていう時もあるんだけど、します。するって意味がある。だから宿題するって言ったら do だからね。でもしましたなら did になります。僕宿題したよもう。だったら I did my homework. Okay? では新しいお話です。Number three。せーの。Halloween was over. イコールにオーバー前もやった。終わってるっていう状態。だから Halloween は終わっちゃいました。うーん、そうだね。ちょっと寂しい気持ちがするよね。お祭り終わるとね。Halloween was over. で、まあ、その後ももちろんいつも通り、せーの。Meg went to school every day. She did her homework in her library every afternoon. ほら、出てきた。did. そう、しましただよね。宿題しました。で、毎日なら、every day.Every afternoon 毎日午後に、まあ学校の後に毎日ライブラリーで宿題しました。次せーの。She was always good in the classes of English, math, science, and history. Always 先生、線引いてないな。もし覚えられたらいつもっていうこと。だから You are always good students. みんないつもいい生徒さんたちだよね。たまにはちょこっとサボっても先生はいいかなと思いますが、いつも、彼女はクラスで良かったんです。いい生徒さんだったんです。めぐちゃんね、どんな授業で English、まあ英語。ただこれはみんなにとっての国語だな。英語を話す人だから、国語とか Math、数学とか Science は、うん、理科。早くゆうくんも理科を勉強したいね。And history. History は歴史。昔どんなことがあったのかなってお勉強することだよ。はい、次。せーの。Her tests were always perfect. すごい。いつも100点だったんだね。次、ready go. But one day, Meg was very tired.あのね、one day っていうのは、ある日ぐらいかな。ある日、めぐちゃんなんか疲れてたの、とっても。で、次、せーの。She could not think when they had a math test. She could not finish it. なんかね、病気っていうわけではなかったみたいなんだけど、She could not, 何 could? そうだよね。できました、can の昔。でも not だからできなかった。何ができなかったの？ So think は考えるとか思うだったよね。なんか考えることができなかったんだって。どんな時に when 時 they had a math test. Had は何の昔だったかな？うん、have の昔。持っていた。持った。だから数学のテストを持った時、彼らがね。やった時にどうも上手に考えることができなかったんだね。いつも100点なのに終わらせることもできなかった。時にはこうだっていいんだよ。じゃあもう一回 C から、せーの。 She could not think when they had a math test. 誰だって疲れることはあるからね。はい、 Number 4。
行くよ、せーの。When Meg came to her library, she thought, ちょっと止まります。で、学校が終わっていつも通りライブラリーに来ました。なんだっけ、she thought。そうだったね。思いました。彼女は思ったの。なんて思ったかな？次、せーの。I don't want to do my homework today. I want to do my homework なら？そう、もう want to も知ってんだね。みんなすごいね。したい。だから、宿題がしたいわ。ところが don't だから。I don't like の don't だから。反対だよね。どうも、今日はちょっと宿題したくない気持ちって思ったんだね。そりゃ毎日毎日とっても宿題がしたいっていうわけにはなかなかいかないと先生も思います。もう一回今のとこせーの。She thought, I don't want to do my homework today. 次行くよ、せーの。I want to read books alone. Alone って知ってる？そう、home alone の alone。一人で。だから、一人で本が読みたい気分。これはドンとないから読みたい。で、なんとね、初めてのことしちゃったの、めぐちゃん。せーの。She closed the door. いつもはライブラリードアを開けて、みんなどうぞ、本読んでいいよ、本借りてってねって言ってくれるんだけど、ドアを閉めて closed、閉まっていますっていう札をかけました。お友達がびっくりしてるね。はい、次せーの。When it became dark, Meg walked home slowly. で、はい、became は何だったかな？そうなりました。だから、暗くなった時、メグちゃんは walked home。 お家にどうやって帰ったの？ walked、 歩いて。さっさっさっさ歩いたかな？ slowly。そうだね、ゆっくり。なんか疲れてるんだね。ゆっくり歩いて帰ったから遅かったの。お家に着いたのがもう真っ暗だしね。まあまあ心配してただろうね。次せーの。She said to her mother, I am not hungry. I don't want to eat dinner. はい、もう一回 don't want to が出てきました。どういうこと？ I don't want to eat dinner. そう、夜ご飯は食べたくない。ね、お腹空いてないから夜ご飯食べたくない。病気でもないのにね。はい、次せーの。I would drink hot chocolate in my room. みんなと一緒のところで hot chocolate 飲むんじゃなくて部屋で hot chocolate 飲みたいって、飲むつもりって言ったの。次せーの。Her mother was worried and asked, Are you sick?worried は don't worry の。そう、心配するっていう意味だったよね。だから、お母さんもちろん心配してね、聞いたんだよ。病気なのかしらって。次も聞きました。せーの。Do you have a fever? はい、大事。Have a fever で熱があるという意味。Fever 熱だから、まあ熱を持ってますってこと。だから自分がね、お熱あったら、I have a fever になりますよ。ここは Do you have a fever? 熱があるの？で、熱測ったんだけど No. Meg was not sick. まあ、これは良かったんだよね。病気ではなかったっていうことだから。お腹が痛いわけじゃないし、頭が痛いわけじゃないし、ただなんか眠いし疲れた感じね。はい、次せーの。She was tired and sleepy.あら、この後どうなるんだろう。お話の続きは次のプリントです。じゃあテストだよ。No.3. ハロウィンが終わりました。うん。ハロウィン was over. 彼女は宿題をしました。するの昔だよ。Well done. She did her homework. あのさ、前回の 1,2 番もそうだけど、her がよく出てきたでしょ。her cat とか。これ彼女のって意味です。まあ全然覚える必要ないけどね。そのうちみんな普通にできるようになるよ。何回も聞いてるから。彼女は自分の彼女の宿題をやりましたってこと。じゃあ理科は何だろう？うん、サイエンス。歴史は？はい、history。
ゆうくんなんかきっと歴史も好きになるだろうね。早くお勉強したいね。はい、彼女はできませんでした。考えることができなかったの、ここまで。 Wow, she could not think. みんなは You can think. これができたってことは考えてるんだね。考えることができます。で、どんな時に考えられなかったのを時で始めてね。彼らが数学のテストを持った時。When they had the math test. 全部つなげてせーの。She could not think when they had the math test. みんな難しい英語やってるよね、ゆうくん。これ中学2年生の兄さんお姉さんがやるって英語なんだよ。もう天才だよね、こんなことできたら。はい、number four。じゃあ彼女は思いました。これだけでいいよ。she thought。なんて思ったかってね、私、したくない、するっていう気持ちにならない、ここまで。I don't want to do. だったよね。で、何をしたくないのかって言ったら、今日は私の宿題をやりたいとは思わない、全部いきます。Great! せーの、I don't want to do my homework today. 全部つなげてせーの、She thought, I don't want to do my homework today. いや、これがね、小学校1年生に入ってから6年生までずっとこう思ってたらそれはおしゃぼりだよ。そんなことありえないから時にはしたい気持ちになる。そうじゃなくて、いつもは頑張ってるんだけど、もうネグちゃんなんか何年も何年もずっと毎日頑張ってて、今日だけなんかしたい気持ちじゃなかったんだって。まあそんなのは当たり前だろうと思うけどね。はい、次。私夜ご飯を食べたくない。 I don't want to eat dinner。 じゃあ私、なんだろう、ベッドに行きたくない、もっと起きてたいよ。So, I don't want to go to bed. あるんじゃない?これは。はい、次。あなたは熱を持ってるのかしら? Do you have a fever? で、メグちゃんはでもね、病気じゃなかったの。Good job. Meg was not sick. まあ、こんなこともあるだろうね。で、みんなそろそろもう大きくなってきたから、自分のことだけじゃなくてさ、ママとかパパが、熱もなさそう、病気でもないけどなんか疲れてんのかなとか、ね、眠たそうだな、だるそうだな。そしたら、Do you have a fever? Are you alright? なんて聞いてあげるといいと思います。時にはママにもおサボりさせてあげないとね。それではまた明日。バイ。